まあ今回はあの選択を誤る何にしましょうか。まあ、今の時代の流れだったりとか、今多くの人が見ているものだったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、僕は Facebook をやめて YouTube 一点集中一点バリューをしました。まあ、その結果、いい方向に行きました。じゃあこれはたまたまだったのかっていうと、たまたまではなく、うーんまあ、狙ったというか、うん、狙ったというか、そう来るよねと。 まあ予測したっていうか。うん。昔はね、なんかその、YouTube やってる人が、え、YouTuber ですかみたいな。ね。まあ話だったわけじゃないですか。な、何 YouTuber って、何 YouTube ってそんなんで儲かんのみたいな話で、今どうでしょうか。芸能人バンバン入ってきて、YouTube 儲かるぜって誰もが見てもわかりますよね。だ要は、その、じゃあ今からやっても遅いのかって思う人も多いんですけども、<laughs> そんなことはなくて、 ま、結局その選択さえ誤んなくてある程度でしょもちろん時代が変わるんで今後 YouTube もどうなるかわからないけれども、まあ、ある一定はいくだろうと。しかも、このね、運営元を考えてほしいんですけど、世界トップの会社、世界トップですよ、Google って。ね、Google を超える会社ってなかなかなくないですかね、IT、IT なのかなわかんないですけど、<laughs> Google ドンじゃないですか、もう、もはや。 うん、だその会社が YouTube を押して運営してるわけですよ。YouTube がなくなるってことは、Google がなくなるのってイコールだと僕は思うぐらい、今看板商品なわけですよ。で、YouTube、あの、当時はね、Google が YouTube を買収したときに、まあ Google が作ったわけじゃないですよね、YouTube って。で、買収して、しかもすげえ金額で買収して、当時は赤字だったけど、今は黒字転換なんですよ。で、YouTube の、うーん、YouTube、うーん、 利益。YouTube、Google、GoogleYouTube かな。Google、確かね。Google、あ、YouTube の収益は年間1兆6000億兆。はい。これ2020年の記事なんですけど、えー、YouTube の収益は年間1兆6000億円を超えてるらしいですね。はい。あじゃあ、1兆6000億の利益が出ているね。 事業を手放すすすと思いますか1兆円超えてるんですよ <laughs> 自分が会社経営してて1兆円の利益出てるモデル、ビジネスモデルを手放しますか僕ってすみません、手放さない,さないですね。<laughs> だから今はもう利益出てるわけですよ。だからも,うもう回収したのかなまだ回収したんじゃないかなもう、ね、当時ね、YouTube が買収した時ちょっと調べてみましょうか。Google、YouTube 買収。買収,買,収まあ、買収金額も結構でかかったんですよ。 あ,億あ、約2千億円ですね。16億5千万、約2千億円で買収したと。でも2千億円で買収して、当時は赤字だったけど、今1兆6千億ですよ。ね。年間。<laughs> やばないですか。だか全部今までのなんだマイナスを一気にもうガンガン回収しまくってて、もう巨大な利益を出してると思うんですけど、これをね、手放すことはないと思いますけどね。 どうすか2000億で買収した YouTube が今は Google の看板あのメイン広告メディアになってるっていうねすごいことですよねだから Google もやっぱりその先見の目があるっていうかやっぱすごいですよね当時動画がここまで来るなんて誰もや多分あんま思ってなかったんですけどその時にねあのー、2000億でね買収してしかもその2000億で買収した時ってそんなでかくないわけですよ YouTube 自体が。 だけどすごいですよね。フェイスブックもインスタ買収しましたけど、それも従業員7人ぐらいのインスタちっちゃいやつを買収したんですよね、フェイスブックが。でも結局今は写真といえばインスタ、インスタ映えで、もう写真といえばもう多分インスタに勝てるプラットフォームないと思うんですけど、やっぱね、先見の目がね、違いますよね、一般ピーポーと。<laughs> で、それをね、使わせてくれるってノーリスクじゃないですか、これ。すごいないですか、YouTube はリスクあ、Google はリスクあったと思います当時。 ね。だけど、僕たち、それ、ノーリスクで使えるわけですから。うん。だから、これね、今、YouTube を使わないっていうのは、僕はもうビジネスセンスがないと思います。なんかね、王族だったかな。なんか、イギリスの王族の誰だったら、なんか YouTube 始めましたみたいなね。も,もはや王族も YouTube 始めるみたいなね。誰でしたっけなんか、なんか Yahoo ニュースかなんかでやってたような気がするんですけど、すごないですか イギ,イギリス王族なんでしたっけイギリス、YouTube。イギリス、イギリスじゃない。あ、ウィリ,ウィリアム王子だ。ウィリアム王子とキャサリンが YouTube 始めましたみたいなね <laughs>。これ何回言ってんだろう再生数。これ多分相当言ってんじゃないですかこれ。YouTube。これ何回再生されてるんですかね ?1、10、100、1000、万100 100、200万回も回ってますね。 これ初めての動画じゃないですか、これ。初めての動画じゃない、初めての動画に、昨日ですよ。昨日アップロードしてもう200万回回してますね。あの、売りも多い。これコマ25秒ですね。コマ25秒の動画200万回ぐらい回してますね。そう。今、どうですか王族もやってるんですよ、YouTube。ありえないですよね。<laughs> どうですかねこの流れで、ね、まず Google が1兆6000億利益出してると。 えー、まずそれを手放すのか、どうか。じゃあ、今、王族もやってる、芸能人もバンバンやってる。どうですかね今後の YouTube の動向っていうのはどう思いますかまあ、それを予測するのはあなた次第です。いってらっしゃい。